どうも、ショータイムゴルフです。また今日の賞金、なんと総額18万円イエーイ、ありがとうございます。今日の協賛金、とある YouTuber からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。1位が10万円で、2位が5万円、3位が3万円、4位が何もなし。はい、どうも。竹内照樹くん、3打差リード。日焼け止め塗った。塗った。541ヤードパー5、打ち上げアゲンスト。伊藤君、イーブンパー。よいしょ。よいしょ。あー、全然かぶりかぶり。前半2オーバーかな。ギャラリー、ギャラリーのアマガエルも応援してます。ギャラリーかパトロンかわかんないけど。パトロンでよかった。いや、上に当たったね。やばくない？バンカーかな？この辺？あ、この辺？距離がちょっと分かんない。翔太さん、前半ワンオーバー。志高くてもさ、もう結構曲がった。お願いします。お願いします。本日ドライバー絶好調です。よっしゃー。ピーですね。この方向。やべえ、カート左だ。ミスった。最悪だよ。一番遠いじゃん。左の OB からフェードでよかったんだよ今。最悪。うーわ。違う違う違う刻む。竹内プロ今日3アンダーだから、しっかりマネージメントしていく感じですね。そうの問題じゃなくて、だって あのバンカー結構きついでしょ。うん、きついね。あれ入ったらきついね。うん、ナイスショー。刻みすぎか。うん、ちょっと刻みすぎ。距離間違ったかな。まあ、いいや。はい、ナイスショット。でもよ、いい球だったよ。ちょっとフライヤー警戒しすぎた。270ぐらい。スプーン。いい音した。いや、首痛かった、今。2U? 270ぐらい。うまい。おっしゃ。グリーン横まで行ったんじゃん。俺より10ヤードぐらい近いんじゃないの。250で行こう。チョロぐらいどうってことないよ。翔太、バンカーから果敢にグリーンを狙う。いい音鳴ったけど右だね。ちょっと右だね。いや、でも大丈夫っしょ。いいとこだろ。おー、いい球だけどちょっと右か。ちょっと右だな。やべ、俺リモコン持ってね、うん、走ります
正午のセカンドショットじゃねえ、サードショットに向かう。165のアゲンスト打ち上げ。アゲンストはそんなねえか。ちょっとね、セカンド地点から打ち上げてんだよね、このコースはね。8番アイアン。ちょっとでかいかも。ちょっとでかいかもって言ってる。ショートアイアンだとフライヤーの可能性が少々あるんだよね。そこをどううまく計算するか。うまいんじゃないのこれ。止まれ。いや個人的には今日一番うまかったと思う。結果はどうあれ、入り方がいい。うん、綺麗に止まれてた。うん、今いいよ。141、9番アイアン。ちょっと右まっすぐ。手前かな。ちょっと手前。翔太さん3打目。めっちゃ止まったね。ダメだこれ。ボール追えなかった。翔吾ごめん、俺のパターよろしく。ありがとう。キュート3打目。あ、4打目だ。2人ともオーバー。なんかここむずいね。ここえぐいね。普段の時なんか俺だけ下手なのかなと思って。そう、1オーバーディパット。ナイスバーディ。ありがとう。よく分かったの俺が入るの。重てえな。翔太のこれも1オーバーディパット。1番ナイスバーディー。軽いフックライン。あれ逆切れした。なんか急に苦戦してるねみんなね。正午の何バーディーパーパー4パー。すごいね。なんかここ来てみて分かるけどすごい傾斜だね。すごいねこれ。初めて来たんだ。うん、翔太いつもベタピンについてるから分かんないんじゃない、こういう変なところの傾斜。うん、いつもだって OK だもんな。正午のパーパット、うまい。うまい。ナイス。でかい。正午今のはうまいよ。よし。そしてこちらもピンチといっちゃピンチ。クロスハンドだね。素晴らしい。これがショータイムゴルフですよ。ちょっと誰かカメラよろしく。頼むよ、外してくれてもよかったね今。すげえこと言ってる。頑張って入れたのに俺。すげえこと言ってる。ショックって。ネスパー。ネスパー出てる。入るねー。ナイス。ネスパー。シックスペナぐらい取ったやつだ、思い出した。劇的だったよね、会心だったよね。470ヤード、パー4。長いね。左ドッグです。すごいね。うまっ。うまいね。うまいね。素晴らしいよね今日。うまいね。
なんかこのホールさ迷うよね。左ドックなんだけど右にカートがあるって。そう迷わないこういうの本当に。左だよ。左行ったら近づくけど、カップには近づくけどカートから遠ざかるわけじゃん。あ、これ右だね。これダメかな。もう一球お願いします。こっちもね、なんかちょっと途切れつってましたね。うん、こっちお願いします。もう一ホールで疲れてますからどうしようかな、これカートかカートの近さを取るかカップへの近さを取るか。そうなんだよ、ね、でもいずれにしても左を打たないと突き抜ければ。あ、そう。そんな左？いや、ないっすよ。あれ、ナイスなの？ナイス。この上行ったよ。ベスポジなの？あれ、ベスポジなの？サンキュー。マジ？乗ったまであるね。470ヤードパー。あー、470ね。本気出したら超えちゃうね。直線距離380ぐらいだった。本気出したら超えちゃうね。おー、いいね。いいドローだね。素晴らしいね。素晴らしい。待っていきます。一発目一番にこのラインです。ショータってこのストレート系でどっちかに微妙に曲げてくっていう、これが飛んで曲がらない秘訣だよ。ナイスショー。いいね。 OK、 ティー後ろに飛んだよ。ティーの飛ぶ方向はさ、何に比例するの？それはね、比例じゃなくて反比例。反比例してんの？反比例。気持ちが前向きだと後ろに飛ぶ。前に進もうとする気持ちは反比例で。ティーばっか飛ばしてるやつね、わかんないよ。ダメなんだ。当たるでしょ、ここ。さっきの実力に結果がついてきたって感じ。192。今まではまだ結果が。何番？実力についてこれてなかった。6番。6。ディボットだけだ。あ、ディボットなんだ。あ、細かいとか。あー、薄いね。ステイ。あー、薄いね。ステイ。止まれ。あ、ラフには止まる。この辺、あった。なんか GoPro ってさ、丸く見えない。あ、そういうもんなのこれ。はい、まあ、伊藤翔吾185の打ち下ろし。いや、これ微妙に右と左で違うんだ。7番。人間が目が2つある理由がそれなんだよ。立体的に見せるんだよ、これで。7番やん。 YouTube ももう 3D の時代だから。あ、水抜けちゃった。ドローしてこない。水に抜けてしまった。あ、でも悪いとこじゃない。サボになっちゃうよ。187番。ショータ尾崎セカンドショット。いや、集中してるわ。いい音だけど、ちょっと左か。フェードになってない。フェードしなかった。でかいね。ちょっとオーバー。ちょっと番手ミズったね。180って8でいける。そうだね。うん、これもうね、ベタピンだよ。まあ140ぐらい。140ぐらいってことでいこう。何番？P。 たださ、俺かつさ、フォロー吹くからさ実質130なんだよ。うん、なるほどね。食ったね。いいんじゃないこれ。素晴らしいよ、ほら。はい、ナイス。はい、サンキュー。いいね。イージーって言わないとね。うん、イージー、イージー。イージー、イージー。俺、パター。ギターでもいいよ。バターでもいいし。さあ、テルキのこれ若干どころじゃない。結構むずいわ。
ああ、なるほどね、こうなってんのね。結構むずいね。ここでしょ位置が。まあ難しいというか簡単ではないというか、一般的に言うと難しいけれども、テルキ風に言うと超難しい。超難しい。そうイージーじゃなかったんだ。向こうでデジャンボとか言ってるけど。インザホー、惜しい。いやー惜しい。今の惜しいよ。惜しかったよ。入ったかと思ったんだ。いや俺も入ったかと思った。俺酒だと大体入るんだけどな。おかしいな本当に。動いた。今ちょっとカップが動いた。動いたね。ああかわいそうに。そういうこともあるよ生きてれば。正午、まあ、これもカップさえ動かなければ全然入る。イージーです。ベリーイージー。右、あー惜しいな。惜しい。超惜しいけどナイスだよ。ダボになっちゃった。ダボになっちゃった。あ、なんだ OB だから。あ、そっか OB か。まあ細かいこと気にすんなよ。ショットさん3打目いいっすか。ごめんなさい。登って下りちょっと最後フック13メートルぐらい。しっかり打った。そっから下ってくる。あんま切れない。ナイスアッチ。オッケー、ナイスパー。バーディーパット。あーもう入る未来が見えた。下り跳ねた。何だこれ。ロング内だ。オッケー。世の終わりだよ。世界の終末だよ本当に。世の末だよ本当に。セルフィはここまで一つも崩してないからね。ね、ヘロい。ヘロいね。いやー。惜しい。惜しいな。初めて落としました。惜しかった。ブクンのダボパット。これもちょっと油断できないですよね。すごい曲がると思います。ナイス。202ヤード、パー3。今上げてっしょ。上げてる。俺のダウンスイングこの辺でフォローに変わるから。了解。ダメだこれ。ダメだこりゃ。乗った？いや乗ってね。左のフェアウェイ。ちょっと今フォローに変わるのが遅かった。俺打ったからフォローに変わっただろ。終わったマジで。うん。多分今なら9番ぐらいでも行くよ。いいんじゃないのこれ。ちょっと浮きすぎた？若干弱いか。いやそうでもね。ナイス、ナイスだよ。さあ竹内輝樹 4だって。どういったショットを繰り出してくるのか。ちょっと右だね。いやでも大丈夫だろう。動かれた。うん。6番伊藤翔吾。6やっぱ時代は艶消しだよね。あ、やばい。まずい。ダウン。ダウン。リアルにダウン。あ、大丈夫。これぐらいなら大丈夫だよ。これ超えた超えた。うん。危ない。大丈夫。俺が大丈夫っつったら大体大丈夫だ。テルキ。3打目。あ、2打目、2打目。うまいよね。うまいね。うまいよね。本当に。
本当にうまい。翔子負けてらんないよこれ。あの内側だな。いやもう入ったな、カップイン。ちょっと強く入ったね。あでもスピン効いてるわ。あんまり切れないですね。缶にダメ。もうちょっと。うまい。あれスライスしないね。うん、曲がらない。まあまあまあ。ショートさんバーディーパット。最後ちょっと下りでフック入ります。そのまま伸びれば。弱かった。そう超ファストプレーありがとう。ナイパうまい。今のパット、まあ、超うまかった超うまい今の。いやこれ難しいね。むずい。下りラインちょっと微妙。今日ちょっと用意してくれたんじゃないの、ショータイムカップだから。うん、ああちょっと今切れなかったね。伊藤君カートお願いします。いいでしょあそこで。いや俺あっちに放り投げたんだよ。オッケーオッケー。入るでしょそんなんどうせ、はい、めっちゃ跳ねたけど。いや跳ねようが何でしょうか。入るんだよ、ね、出るけどパーパット。これも難しい。難しいね。ナイス。うめえな。マジか。今回もスポンサーありがとうございます。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最初はしてったなこれ。